準備はいいですか、はい、ではスタート。こんにちは、人材政策学部の1年の村上です。まずはじめにこの基礎から学ぶメンタルトレーニングっていう本を紹介しようと思ったきっかけなんですが、文庫本や小説を紹介した方が皆さんに分かりやすく説明できるかなと思う方もいると思うんですけど、自分自身授業内でこのビブリオバトルのやった時には文庫本で紹介したんですけど、でもその時に他の生徒の方々がメンタルについて紹介していて興味を持って読んでみたところ、やっぱり奥深くてメンタルが奥深いと思って、ぜひ皆さんにも紹介したいなと思ってこの本を紹介したいと思いました。また絶対緊張したりとかプレッシャーとかモチベーションを上げなくちゃいけない時とかっていう時が実際人生においてもあると思いますし、その時に少しでも助けになればいいなと思ってこの本を紹介しようと思いました。この本の内容についてなんですが、まずメンタルとは何か、基礎いや定義から始まって、なぜメンタルを必要とするのかと、歴史もそうなんですけど、そこからこの場面ではどんなトレーニングをしたらいいのかとか、自分がどん底に陥った時に向上させるためにはどうしたらいいのかとか、他者から見たり他者に対しての接し方や自分がどうやったらメンタルが上げられるかとか、いろんなことが書いてあって、またそのメンタルを行った実証実験や結果なども書いてあって、また最後の方には中学校高校大学社会人になった時に、またその小学生は小学生、中学生は中学生、高校生は高校生、大学生は大学生、社会人は社会人で、自分が何をしてほしいのか、先輩や教師とか上司に何をしてほしいのか、また自分がどう接したらいいのかっていうことも書いてありますし、また将来結婚して子供とかできた時に自分が保護者として何をしたらいいかとか、また指導者や会社に就職した時、上司や先輩になった時に部下に対したり生徒に対して何をすべきかっていうことが書かれている本で、この中で自分が印象に残ったことが2つあって、1つは勉強面でのメンタルトレーニングなんですけど、多分皆さん1つや2つもしかしたら全部の授業の中でやりたくないなとか、この授業面倒くさいなとかって思う授業もあると思うんですけど、その時にどうしたらそのやる気を上がらせられるかとか、苦手や嫌いを好きや得意にするかっていうことも書いてあって、それはそのやる気を出すタイミングが大事、授業前や先生が来てからやる気を出しても一時的なやる気なだけで、どうしてその集中力を持続させるかって言ったら1時間前でも2時間前でも3時間前でも少しずつ伸ばしていって、結果的に前日に予習や復習をして授業のことを理解して好きになって、また先生もやってくださってるとか、先生も自分たちのためにこうで授業をやってくれてるんだな、そして先生目線やからの考えも大きく影響されていると書いてありました。またもう一つなんですが、自分自身この大学に来た理由は、公務員の教員になりたくてこの大学に来て、そんな時に指導者になった時に必要なことも書いてあって、学校や部活動だけじゃなくて、生徒の役割として家庭の役割も果たしていて、家庭は保護者だけって思われがちですけど、学校で嫌なことをしたり、いいこと、もちろんいいことがあれば親に話したりなど、その学校や部活動であったこと、良いことがあれば良いことです、それも家庭に影響すると書いてあったんですけど、他にもいろんな話があって、なぜ音楽を使ってモチベーションを上げるのとか、いろいろ書いてあって、今まであったことを振り返ったり、この局面でこうしたらいいだろうなっていう
過去を振り返られたり、今どうすべきかという現在も振り返られますし、まあ、未来のどうしたらいいかということも考えられる本になっていると思います。ご清聴ありがとうございました。2分間のディスカッションタイムです。質問のある方、挙手お願いします。じゃあ、手前の方、お願いします。タイトルが基礎から学ぶメンタルトレーニングなんですけど、メンタルトレーニングで基礎っていうのはどういう感じですか？心理体があって、それをメンタルって言っていて、その歴史、読んでみてください。他にいらっしゃいますでしょうか。じゃあ、出てお願いします。すみません、あのメンタルトレーニングっていう本のタイトル、先ほども質問ありましたけれども、そのメンタルがどう作用するかっていう説明は今ので書いてあるんだなって分かったんですが、トレーニングの部分ですね、どういうトレーニングをすべきだっていうハウトゥーの部分もその本の中には書いてあるんですか？あります。どんなふうに書いてあるんでしょうか？自分が将来的にこうすべきかっていうイメージをまず立てて、そこのゴールに行くために自分がどうやって行動していくかってことを、そのプロセスを考えるって書いてあります。ありがとうございます。他にいらっしゃいますでしょうか。ではいないようなので次の発表に移りたいと思います。ありがとうございました。